活動開始します。はい、ミルダムの方は焦らないで、焦らないで、はい、はい、落ち着いて、落ち着いて、緊張してきた、緊張してきた、配信始まるの緊張してきた、みんな、もう始まってるよ。嘘、うわー、そう言ってよ、入ってない。どうも皆さんこんにちは、いや、こんばんはと言った方が時間帯的にはよろしいのかもしれません。こんばんは。声優界に返り咲いた天才画家フィンセント・ファンナエ・ゴッホです。ファンナエ、ファンナエ、よろしくお願いします。そして、あ、私、私の名前は、皆さんどう思ってます？いや、おのおの印象派検証じゃないですか。私の名前は、そう、皆さんそれぞれが持つおのおの印象派検証です。どうも。ちょっと難しいですね。印象派だから、それぞれの印象によってそう変わるから、そういうことか、はいはいはい、理解したまま天才だ、なるほどね。今日もよろしく、はい、お願いします。そして、あ、昨日ゴッホとピカソの喧嘩を仲裁してました、有森先生です。ああ、別に芸術家とかじゃないね。ああ、ちょっと危なかったっす、本当に昨日は。ボディガード的な感じだ、ね。いや、まあ本当に危なかったっすね、昨日は。はい、モッキーの練習ばっかりしてたんじゃないの？いや、してねえ。モッキーに味を占めてるんじゃないだろうね。いや、早くもうグッズ作らさせてくれ、本当に。やばい、もう金に変える、モッキーを金に変える男。やばい、やばい、やばい。はい、次、はい、次、はい、次。はい、シルコさん。はい。今日はもうこの日のために夕方からずっと素振りしてました、しるこです。素晴らしいですよ、素振りだね、素振り。はい、ジュレちゃん、はい、令和のモネことズラちゃんです。頑張ります。素晴らしい、はい、おしゃれ、おしゃれだね。はい、箱太郎くん、ゴーギャン太郎です。よろしくお願いします。ゴーギャン太郎。いいね。ちゃんと用意してる。ちゃんと用意してきた。ルカ翔一は何で来る？用意してた。そのさっき先生が喧嘩してた、仲裁してたピカソ側で、うんきゃうんきゃ言ってた、ピカソ派の翔一です。まあ、そっちの人間だったら、ね、ちょっと長かったな、翔一。長いし、パクリだしな。そうだな。人からもらってるんだ。そして、ミントスさんお願いします。今は絵を描くより背中を描きたい男、ミントセス。うまい。そういう時もすごいね。はい、感想をしちゃったのかな。さあ、ということで、以上のメンバーでやっていきたいと思います。はい。はい。あれ、はい、あれ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 、なんかちょいちょい聞こえる。ちょいちょい聞こえる。リアルに覚えてる。誰だ、誰だ、誰だ。先週に引き続き、イントネーションはゴッホと同じ、トックンです。来た、おしゃれ、来た、トッくんだ、日本一よ。いやよ、今日は現代アートの記載、気合入ってんの？気合の方はもうバリバリ、はい、いやもう気合しかないね。あ、入りすぎて、あ、じゃあ今日はもう伝説残してくださいよ、ぜひ。いいですか、私だけ荷が重くないですか。皆さん、今日はトッくんさんが伝説を残すそうです。やったやったー、レジェンド、ああ、ラブスカル、助けて、ありがとうございます。いつも伝説残していくかね。多分気合のほどは、気合のほどは、気合のほど、いや、それはもう、あの、気合入りすぎて、賢章さんのこと、ちょ、賢章って呼び捨てしちゃうくらい。おー、気合に、そう、もう、全部それ、あ、今日は投資で。じゃあそこはさ、賢章はって聞くべきじゃない？あ、なるほどね。賢章は、気合の方は、あ、俺、いや、俺もう、そう、もう、あの、めちゃめちゃ入ってます。聞いてって言った割にはめちゃめちゃなんか腰が低すぎて、なんかもっとなんかドンと来るのかと思ったのに。はい、なんで今日もやっていきたいと思います。まずはじゃあお題変えずにの1回やるか。お題変えずにね、お題変えずに、よっしゃ、
じゃあ、回収。簡単なお題がいいな。はい。標準モード。怖い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 。ああ。いや、これダメだろ。これは、これ無理だよ。これは、これは、これは、すいません、すいません。はい、これさ、俺、前回と同じの出ちゃってんだけど。じゃあ、その場合は、別のに書き換えて。フリースタイル？はい、もう。フリースタイルでいい？結構じゃあフリースタイルワールドワイドなフリースタイル。ワールドワイドのね。誰もが知ってるね。ミーチネタみたいなやつね。なるほど。お二人が関わってる作品のキャラクターの固有名詞があったりするんですけど、それもそのままで大丈夫ですか？え、そんなのあるの？あります。わかるぞ。それ危ない気がする。二人が。まあ一回やってみよう。まあ一回やってみよう。はい、わかりました。一回ね。これちなみに変えてないであるってことは僕の視点ですからね。はい。俺変えますね。はい、行きまーす。じゃあこれで完了。はい、よか。はい。さあ、どんなのが待って。あ、やべー！なんだよ。え、これ、前回やばいな、これ。前回。あ、前回寝てるな。これ前回のやつじゃん、これ。なるほど、なるほど。これ前回のやつだ、これ。ほんとに。誰かこれ、文字消してるぞ、これ。どうしようかな。消してる？どうしようかな。なんか、まあでも書き方次第だよね。きっと。書き方次第でどうにでもなるから。そうですよね。いやこれむずいな。いやこれ難しい。むずいな。やばい。これむずいぞこれ。むずいぞ。これはむずいな。とっくんいけんの。だ大丈夫だよ検証。あ、なるほどね。なんて？とに。ちょっと逃げた。なんて逃げたとか言わないな。頑張ります。頑張ります。頑張ります。こういう感じか。いやーやばいな。これでこれ以外いやこれ伝わるかなこれややばいかいやもうダメ。これでいいんだよな。これいけるんじゃないか。難しいな。あでもこれしかも前。やばいこれ。これはいけるいける。これは可愛い。これは完全に可愛い。金可愛い。うわあ。これはかなりいい絵描けた。うわあ。ない、なんかやばい人にちょっと待って。うわあ。でこれをこれでこうして。いやむずいな。いい。はい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 うわうわ残り時間もうこんこれやばいやばいこれ出てないもんやばいやばいやばい時間な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 いこ今回ダメかもしれん今回もかはいあいいいいやばいよし完璧いいいい完璧逆逆にこれ完璧あもう先生あえ逆にえ俺あえよしなんとかギリギリいったよし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 オッケーオッケーオッケーこれちょっとどうだろうなこれだなちょっとやばやばえ何これなんだこれあこれであこれすごいこれうわなんだっけこいつうわこいつなんだっけなんだこれなんだろうわなんだっけこいつなんだっけこいつって何逆にどうやったのこいつの名前なんだっけこいつの名前なんだっけわかんないいやじゃあもうでも説明していきましょうよなんだこれ有名なキャラなんですかなんだやばいこうかなわかんないこれでしょこれはすごい誰書いたんだめっちゃうまかった何これこれはいけるなこれはいけるなこれはいけるわやばいやばいいらなかったやつやこれやばいよ。これいけるわ。お題やばいよ。今日まだちょっと、あったまってない。エンジン入ってない。やべえ。この引き出しじゃないんだな。どうしよう。むずいな。かわいい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 。かわいくかけてる。かわいくかけてる。ああ、なるほどね。これはちょっと。なるほど。まあ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 。
まあまあ、大丈夫。まあ大丈夫っしょ、多分。これでいけるはず。ああ、これマウスで書くの、むずいな、やっぱ。いやー、ほんとに。なんだろうな、なんか、なんか足んない気がするんだよな。何かが足りない。めちゃめちゃカーソルが震えるもん。どういうこと？プップルって。あ、これいけたんちゃうか？これだべ。お、いや、ちょっと私やばいな、これ。今回やばいな。あ、うん。あえてこっちっていう。違う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 。あえてこっちっていう。よくわかんない。のに気づいてほしい、俺は。やべ、次の人に。これはこれ気づいてもらえるか。これ打足かもしれない。俺これ前回書いたものと全く同じお題来てるんだけど。あら、マジ？結構このじゃあデフォルトのお題少ないのかな。うん、いやでも、もしかしたら、やべ、もしかしたら前回のお題と勘違いいたし人によるあれかも。あ、なるほど。ああ、いやもうダメだこれは。いやー、ちょまずいまずい。いやちょっと時間ですよ。やばい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 。大丈夫ですか皆さん。はみ出してんのよ、これ。はみ出してる。完了してください。時間が来てますよ。まだ5人も完了してる。やべえ、これ気づいてもらえるかな、これ。やばいっすよ、もう。いや、もう完璧っすね、これは。きついな。これしかないもん、俺は。今までファインプレイ。なんだこれ。何これ。なんだこれ。この絵うまいな。なんだこれ。なんだよこれ。満点の。あ、なにこれ。書いてるやつちょっとやばいぞこれ。出たそれ。やめてやめてそれ。あとやっぱり怖いけど、ね、やばいぞこれ。ちょっと病んでるだろこれ。病んでるぞこれ。いやこれしかないよ。俺じゃありませんように、うん、こんな感じかな。割と簡単なの来るね。うんうん。あれ？やばい。なにこれ。完了したな。完了したな。いや、きっつこれ。うわ。え？文字が途中で止まってんだけど。これ。なるほど。いや、ちょっと俺完了押せなかったな、今。これは？ちょっと俺かもしんない。ほんと？これ無理だろ、これ。嘘。またキングダムのシーン来た？ほぼそう。ほぼそう。あ、知らないキャラが来たってこと？いや、ちょっとね。あんま書いたことない。書いたことない。なんか。書いたことないキャラね。新たな経験ってことっすか？そうだね。来たんだ。そんなの来ちゃうんだ。でもまた商品化のチャンスかもしれないですね。またでも。いや、まあ確かに、こう、書いたことないのが。はい。からなんかおかしなことになってるからね、だんだんね。そうっすね。ミッケ書いたことないってこと。俺は真面目に書いてんだけどね。俺は真面目に書いてんだけど、書いたことないの書くことでおかしなことになってるからね。実は賛否になってますもんね、結構。うん。食べるか。いや、頑張って書くけどさ。これ難しいな。ちょっと無駄に凝っちゃおう。無駄に凝っちゃう。なんじゃろな。いや、これちょっと難しすぎるわ、お題が。で。お絵かき楽しいな。歪んじゃう。あ、歪んじゃう。あ、音だね。これか。よし、これでわかるだろう。歪んじゃいや、絶対これわかんない。絶対これわかんないと。やばい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 。あ、やばいやばい。え、わかんないですか。あー、でも、あー、ありだな、これなんか、おしゃれだな。やばい、やばい、これごめん。かなりこれごめん。これごめん。これ俺、やばいな。ごめん。ごめん。あの時はごめんなね。ごめん、ごめん。早いっすよ、まだ。これはごめん、まだだいぶ印象が。ごめん、来た。むずすぎ、これ。ごめん。ごめん。むずいわ。なんだこれ。え、なにこれ。なんだこれ。これなんだ。これなんだ。これ書く気あった誰か、これ。ちょっと待って。これなんだ。
え、これ何これ、なんだこれ。これ背景があるからね。こうかな、これだな。あ、これだ。あ、分かった、った。これ、これは行った。意外これは行ったな。説明がなんか結構しやすい絵は来るんだよな。これじゃない？お題がやべえんだよな、お題が。お題がやばい。お題がやべえんだよな。え？何これ？なんだよこれ。なんだこれ。なんだよこれ。いや無理だよそうこれ。何これ。ああ、なんだこれ。何これ。ああま、オーメイ。オーメイ。オーメガ。オーメガ。オーメイ。オーメガ。オーメガ。来たな、これ。これ来たな。来た。これ2匹かからなきゃいけない。来たわ。あ、来た。来ちゃった感じだ。完全に来てる。あ、完全にも来てるわ。完全に始まってる。うん、完全に始まってる。完全に始まってる感じだ。いや、これやるしかないな、もう。天下の宝刀が出ちゃうんですよ。やるしかないか、これは。いや難しいな。うわ、俺これはちょっとセンス光るね。ちょっとこれを表すのがちょっとね、難しすぎるんだよな。事故起こりそうこれ。いや、すでに事故起こってる。事故起こりそう。マウス、なるほどね。マウス、マウスだからね、これね。そうそれ。よし、これだ。あ、違う。これはかなり。こうだ。これはかなり来てる気がする。これはかなり来てるね。これはかなり来てる。これ来てるんじゃないか。今回うまいですわ。これはかなり来てる。で、色もやっちゃおう。ひろこさん色珍しいですね。色もやっちゃおう。か余裕が。あ、やばいやばいやばい。これやばい。これはこれ本当に、俺は本当に真面目にやってるからな。よし、俺のせいじゃねえぞ。あ、これ次ラストだ。俺ラストラストよ。ラストだね。頑張ろう。俺はちゃんとやってる。あと入れて終わりか。終わりだ。あ、なるほど。いっか。あ、もう時間だ。え、何これ、なんだこれ、何これ、分かった、これ新しい。ええ、まあこうでしょうね。うん、これでしょう。まあこうでしょうね。オッケーっす。完璧です、今回が。まあこれ完璧でしょうね。これか。ちょっといけ。はい、あれやったかな。わかんねえ。いや、これ。よし。こうかな？はいはいはい、来ました。いやー、今回はどうなっちゃったろうな。今回はまあデフォルトのお題なんでね。結構難かったっすね。来ますかね。やってみるしかないかな。まあまあまあ、まあ、私のお題、これデフォルトです。完全に吐いているティーンエイジャー。あー、出ましたね。出ましたよ、これ。結構、これまあ、僕は頑張りましたけどね。結構印象的だね。結構なね。これ、分かりやすかったっすか？でも、分かりやすかったかも。いきます。頑張って書きましたよ。一回ね、ちょっと一回消したのがやべえと思って。消したのが見えたね。観覧車ちょっと、で小さくしすぎたなと思って、これ人かけないなってなって一回ちょっとデカめにしたんですけど。さすが。うまいな。さあ、このトックンさんは？トックンさんは？観覧車で乗り物酔いした人。ほぼ合ってる。すげえ。ほぼ合ってる。すごい。すごい、すごい。つながる人。はい、次。わかりやすい。はい、次。やめて。観覧車のね、入ってるからね。観覧車は？観覧車は？観覧車は？はい、それを
印象的です。あ、いい、いい、わかりやすい、わかりやすい。はいはいはい、ジュエちゃん。観覧車から出て嘔吐する人に駆け寄る人と、少し遅れた人。さらに、さらに、細かくね。細かく伝わってるなぁ。これでも家庭だもんね、これね、一人目。まあまあまあ。最後さえ良ければ。確かに。はい。お、まあ、なんでそんな、真顔で、真顔で落としちゃってんやん。なんでみんなさ、ゲロをさ、黄色で描くの？カレーかな？確かに。なんか、なんか緑のイメージあったわ。すごい、みんな、みんな黄色で描いてるすごい。観覧車で気分が悪くなって、ゲロを噴水した人。素晴らしい、素晴らしい。これいいじゃないですか。いいじゃん。すごい、すごい。合ってんじゃないですか。あれ、今日いけんじゃない？これは大丈夫ね。調子いいね。ティーンエイジャーなくなっただけだもんね、これね。うん、すごい。次。成長してんな、みんな。叫んでいる神聖なフラミンゴ。これ、デフォルトですかね。これデフォルト動態ですからね、これ。ちょっときついな。かえ、うまい。めっちゃうまいな。めっちゃうまいじゃん。めっちゃうまい。神聖なよ。やるじゃん。神聖にある。神聖動動。神聖味もあるし。フラミンゴ界のカリスマ。まあ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 。いいね。任して。なるほどね。なるほどね。これいけるか？これいけるか？これいけるか？長い。いけるか？満天の空にめっちゃでかいピンクの鳥とヒナに。ああ、やっぱりちょっとフラミンゴ。あ、でももしかしたら。鳥だもんな。やばいな、なんか会長みたいになってきた。やばいな。ちょっと足めっちゃ短くなってる。池に浮いてるピンクの鳥と子供たち。ああ、ここで変わったか。っていう感じね。めっちゃうまい、めっちゃうまい。池で水遊びする子供二人と無視されるフラミンゴ。フラミンゴ、フラミンゴ、どうした？戻してるじゃん。すごい、すごい。すごいじゃん、これ。これはいいんじゃないですか？頑張ったね。フラミンゴ、すごい、マジで。帰ってきた。頑張ったなぁ。すごい。全然神聖じゃなくなってるけどね。神聖じゃなくなってる。子供たちとじゃれね。庶民的になったね。庶民的にね。はい、次。お、いきますよ、特訓さんのお題。ビーチでくつろぐハリーポッター。嘘、なにこれ。やっぱワールドワイドだな、ハリーポッター。お題に出てくるぐらい。最初知ることじゃダメだって。これはやりましたよ。これはダメでしょ。ハリーの特徴のさ、おでこの傷とかさ。確かにね。ああ、確かにおでこの傷あったらよかったね。杖とかね。決めて杖を。傷あるでしょ。ボルデモートにやられたね。ああ、はい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 。海辺で海水浴してる。そうだよね。そうだよね。海水浴ないもんね。ああ、はいはいはい。まあ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 。伝わる伝わる伝わる。砂浜でパラソル立てながら寝てる人。ああ、合ってるよね。合ってるね。まあでもね、最終的に戻るから。上から見てる。上から見下ろしてる感が印象だね。ビーチで日焼けする若者。これ結構自信あるよ。え？うん。髪の毛が、髪の毛が縮れてる。縮れてる。まあまあまあ。分かる。まあ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 。日光浴。まあ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 。まあ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 。ほぼほぼ。でも人だね。ほぼほぼほぼ。ハリー・ポッターだけが。ハリー・ポッター。ハリー・ポッターっていうのはちょっと分かんない。むずいっすね、俺。むずいね。ハリー・ポッター。ハリー・ポッターだもんな。犬のおまわりさんと泥棒猫。いやあ、泥棒猫ないと覚えないぞ。泥棒猫かわいい。うまっ。犬描くのうまっ。ちょっと猫がちょっと。猫がちょっと。時間なかったのかな。でもなんか、ま、気づけるはず、これは。迷子の迷子の子猫さんと犬警察官。ああ、はいはいはい。怖っ。これちょっと体が動く。なるほどね。水色に泣かれる犬のおまわりさん。猫猫。猫猫。水にメスって書いてあるもんね、上にね。泣かれるか、俺。泣かされるに見えてたわ。
そう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 。もうスカート気持ち悪いな。可愛いっしょ。うるせえと言われて振られたキツネ。わからんのよ。これはもう。キツネ。キツネこれ。キツネ。どうなってるこれ。どういう構造なのこれ。これキツネ。なんで顔面白いの。顔面白いの。これ顔面後で。なんで着ぐるみ着てるの。え？なんかわかんなかった本当に。キツネがわかんなかった。キツネがわかんない。何の顔してたかな。いじめられている仮面をかぶったキツネ。え、でもすごい。すごい確かに。キツネわかったんだ。仮面なんだね。やっぱね仮面に。すごいな。やっぱ分かってますよね。行きます。墓地で戦っているカメラマン。墓地で戦っているカメラマン。こんなお題とは。こういう感じになったのね。なんか分かってるんだな。墓地で写真撮影する勇者様。いや墓地大事だねやっぱ要素。うまっ。うまい。うまい。書いたよ俺は。うま。ダンジョンクリアした勇者。ああだめだ。まあまあまあわかるわかるわかる。おお。はいはいはい。迷路っぽいですね。迷路っぽい。迷路をクリアせし者。あ、いいよ。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 あ、なるほど。なるほど。すごい。ミニマップね、つけてね。なんか。出口だ、つって。すごい。これは答えてくれたんじゃない？これどうなったの？ドローブラビリンス。ああ、でも、まあまあまあ、はいはいはい。ちょっと直訳してんだよ。なんで？なんかちょっとゲームっぽかったんですよ。このミニマップが出てんのは。ああ、確かに確かに。ゴールオブラビリンス来たか。絶対出ないじゃん、そんなお題。でもシュレックと口論しているメイクアップアーティスト。あ、そうなんだよ。いや、これでもこれ。こんなんなったか？シュレック、女じゃないんじゃない？そうだ。俺勝てなかった気がする。口紅塗ってんのか。あ、なるほど。なるほどね、シュレック塗られて。どうなんのこれ。お化粧してもらったり。マジごめん。これ終わったな。お化粧してもらったり。大丈夫です。終わったな。大丈夫です。あ、これか。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 すげえ変わった。これか。これかよ。これか。すごい。でもこれかい。これうまいね。度重なるアイシャドウ。これなんなんだよこれ。瞑想してる人。これやめろよこのお題。細かくしてんの。細かく書いてんのよこれ。うわー、書いてるじゃん。いい。俺は書いてるじゃん。瞑想してるね。瞑想してるね。ゲーミングメイクをした女性。だってだってだって。俺は書いたよ、俺はちゃんとさ。うまいうまい。なるうまいな。センスあるな。かっこ瞑想って何なんだよ。練習のに作られちゃってるじゃん。瞑想と瞑想で。取ったワニ。いい、そんなんいいから。これ伝わってるじゃん。出た。出た。前回。前回のやつね。前回のやつね。はいはいはい。ああ、そうなんだよな。そぎ落とされた。前回俺ワニできたのよ。俺ワニちゃんと思って太ってる感がちょっと伝わんないんだよな。かなりでかい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 。かわいい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 。憧れのワニに会ったワニ。ああ。ワニに会ったワニ。そういうふうに見えたな。どっか聞いた名前で言ったら。うまい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 。憧れのワニ。かわいい。すごいなんか。うまいね。トックうまい。100日後に死にそうだね、これ。なんか変な風に書いてんじゃないこれ。変な風に書いてめちゃ光ってるワニに尊敬するワニ。でも尊敬はしてるもんね。確かに確かに確かに。憧れのね。はいはい。ワニだけは、ワニだけは伝わる。ワニだけは伝わる。我々ワニ得意だね、ちょっと。ワニは書けないですね。空き缶を蹴。あれ何すかこれ。消せなかったのよ。消せなかったの。あ、これか。蹴るんだよね。これどこで変わったんだよ。ふざけんなよ。巨大な親指を抱きしめながら、水筒に蹴りを入れている人。いや、もう完璧ですよ。完璧。親指ね。さすがに出てる。ちょっとこの顔やめろ、この顔。これ。
これパクリじゃないですか、顔。親指マン。どこを、どこを見ますか、親指。パクリやめて、パクリやめてね。わかりづれ、これ。わかり。何これ。ああ、これ、カンカ、エナジードリンクの缶。レッドブル的なね。的なね。はい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 。シンプルになったな。確かに、俺もそう思った、これやったら。ああ、おー、いい先生。わかるね、これバスケットボールで突き指、うん、あーいい、あーいい先生、まあそうだね、あーいい、伝えた伝えたよ、ね、ビーチで眠っている黄色いクジラ、ね、結構前と割と一緒の、ええー、あれだったんでどうするんですか、俺さ誰かさ、いやこれな俺ちょっと黄色いクジラな、浜辺で寝転がっているクジラ、黄色ってね思ったんだよね、でもちょ間に合わなくて、なるほど、ね、黄色いクジラって書けなかったんだよね、はいはい、変わっちゃった、誰かさ、でも、うんうん、あーでも寝っ転がって、これっすね、浜辺で、浜辺だよ、浜だもん、だって浜だもん、すごいすごいすごい、いいいいよいいよ、あーいいよいいよ、まあ、いいよ、打ち上げられちゃこうなっちゃうよな、死んでる死んでる、浜辺に打ち上げられ天寿を全うするクジラ、まっとうしたね、まあまあ全うしてるもんね、これまあまあ全うしてるよ、はいはい、打ち上げられたクジラ、打ち上げられた、はいはいはい、あってあってあって、あーオッケーオッケー、あ、いいんじゃないですか、これいいっすね、みんなの意思疎通はできるようになってきたね、結構ね、うんうん、え、死んじゃったんだよねクジラ、死んじゃったけど、クジラはまあ死んじゃったのかな、打ち上げられたと、打ち上げられたと、なるほどね、まあ、ゲーミングメイクした女性やっぱいいなーこれ、ゲーミングメイク度重なるアイシャドウの末瞑想かっこ瞑想してるかけるかこんなのかけませんこんなもんこれやべえ、アイシャドウでよかったのに、いいないいな、よかったって面白かった、すごいな、うん、いい感じ、作品がすごいね。作品がフラミンゴとかね。しかもこれデフォルトのお題でこれだけだからね。すごいよ、うん。そうなんだ。相当印象派だよ。ね、うん、新しいターン行きますか。新しいターン。新しいターン。よし。フラミンゴ良かったな、フラミンゴ確かに。良かった。帰ってきたから。うん、確かに、めちゃくちゃ重かった。同じモードにします？いやいや、任せますよ。タイトル自由。タイトル自由で。うん、タイトル、ああ、いい、まあ、タイトル自由で、ね、ちょっと待って、今タイトル考える時間欲しい、はい、え1分1分何分何これさ設定さ、タイトル考える時間考えたらね、いいしょ、もうちょっとだけさ、うん、ゆっくり、あのお題を書く時間さ長く、あ、長めにします、あ、できます、あ、確かにちょっと、あ、確かに確かに、あ、これゆっくりゆっくり、過半数の人が完了をした時だけ時計が進みます、あー、あー、あー、なるほど、あー、いい、それでいきます、あのさ、これあの多分ブラインドタッチかなんかのさ、負け、あー確かに確かに、ケンショウさんそんなね打つの早くないですもんね、早くないんだよね、確かに確かに、申し訳ない、なるほど、ね、いやそれはそうだよ、負けとかじゃないですよこれ、ケンショウさん、あ、負けじゃないこれ、負けてはいないですよケンショウさん、確かに負けとかないですからね、うん、うん、まあ、他の人にちょっと迷惑かかってるだけで、そうなのよ、負けとかないですから、そう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 、負けとかないですか、迷惑かけちゃってるからさ、負けてはない、負けてはない、負けてはないんだけど迷惑かけちゃってるから、OK、うん、じゃあ逆になんか生まれる可能性ありますね。行きます。逆にね。行きます。うん、逆に。OK、はい。よし。いや、きっと花ちゃん考えたから面白い問題なんだよ。なるほどね。何もかも。はい、OK。あ、画面がちょっと違う。ちょっと待って。これでいい。直しは。OK です。はい、めちゃめちゃ書きやすいお題しました、今回は。やっぱね、繋がってほしいからね。うん。お題が。繋がってほしい。うん。確かにね。これはいいの、いいと思う、これは。やばい。いや、これはね、いいよ。これ、俺もいけると思う。これはね、いったね。あ、わかんない。あ、わかんない。ちょっとわかんなかった。はい。うわぁ。はいはいはい。なるほどね。なるほどね。これはいけっしょ。これはね。これはいけそうな気がする。ええ、やばいやばいやばい。難しい。何これ。難しい。え？あ、やべ。まあゆっくりなんでやっぱ書き込む時間はね。確かに。12分にありますから。確かに。あ、本当だ。これめちゃめちゃゆっくりだね。
だ過半数が過半数がもう終わりだよってなったらカウントが始まるんですよ、うん、これ。ああ、もうちょっと、もうちょっと焦りたい気もするね、でも。いや、これ、これね、言ったのに。これ、焦った方がいいな、絶対。絶対焦った方がいいわ。確かに、確かに。絶対焦った方がいいわ、これ。焦った方がいい。焦った方が絶対面白いわ。わぁ、なんか、やる気、急にないんですか、やる気がなんか。いや、なんかごめん、本当に。じゃあまあしゃあないしゃあない。いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ。そこからいい絵描いてくださいよ、賢秀さん。オッケーオッケー。迷惑しかけてない。迷惑しかけてないのか、これ。やべ。やべ、ちょっと逆に時間あるせいでなんか変になんか。ゆっくり描いちゃう。そうだよ、ね。どうしよう。そんなに細かく書き込めないのに時間だけいっぱいある。どうしよう。じゃあもう OK 押しちゃえば。もう OK 押しちゃえば。もう押しました。押せるか。でも他の人押さなかったら進まない。うん、うん、過半数が意外すごないっすね。か5人押したら。いやもういい、いい作品にしたいな。 OK。 やべー、なんか変な変な感じになっちゃったな。あ、ミスった。はい、これはいった。よし、焦らせようかな、みんなのこと。まあ逆にやっぱり。あー、やってもらいて。終わったな。まだだろうっていうか。ほんとみんな終わったら、みんなまだ終わったら書き込む。待って待って、ボスボス。本当に終わったら完了してもらわないと。やっぱうん、完了してね。困るんだよね。同じぐらいのスピードで書いて、もう。オッケーオッケー、書きました。来た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 。やばいやばいやばい。やばいよ。やばいよ。いや、こっから話があるんでしょ、まだ。確かに。だいぶ時間あるな。結構長いっすね。ほんとごめんね。いや、でもまあ。いや、でも。出とけっす。もう、てかもうさっきぐらいのタイミングで書けばいいんじゃないですか、もう。ああ。確かに。いや、これはひどい。あ、絵のところだけさ、ああ。ああ。ん？いや、半数完了押してから編集でみんなやり始めれば。あ、なるほどね。結構難しそうぜ。それでもいいっすよ。やばい。あ、ええ、もう終わりか、もう終わりか。何これ、何これ、何だこれ、何これ、何これ、やば。は？あ、何これ、何これ、いや本当に何これ、何これ、え、な、これは簡単でしょ。これ何？考えた人何？考えたこれどういうお題これ？いけるよ。みんないけるよ。ちょっと俺の話ちょっとつまんないかもしれないです。そんなこと言わないで。いや、なんかちょっと時間足りない。すみません本当。いや、これめちゃくちゃ大丈夫だよ。こういうことね。オッケー。やべー。ああ、押せなかった。いや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 、また出たな、また。なんだ。またなんか出たわ。やってるやついるわ。やってるやつ、能力者いた、うん、もしかして。やってるわ。これまたわけわかんないお題にして俺のことをはめてきてるやついる。ああ。いやー、許せねえわ、マジで。いや、ちょっとやってしびられるよ、また先生に。マジ許せねえ。そんな人いんの？いる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 。そんなやつがいるんだ。ほんと無理これ。ほんま無理これ、全然わからん。ほんま無理これ。誰なのこれ。それはやっぱこれで、これ絶対花井の好きだねこれ。絶対俺じゃないよ。これ絶対花井の好き。俺じゃないよ。俺割とね、俺割となんかね、いい、いけそうなやつだった。可愛いお題だったよ。絶対これを、絶対無理これ。絶対無理なの。絶対無理、絶対わかんないもんだって。え、ほんとっすか。わかんない。まあ知識、知識さよこれ、知識さ。ああ、知識でもうダメだねこれ。わかんないもん。じゃ、キングダムが生まれる可能性がある。いや、キングダムより書けない。あれを超えるってことですか。そんなことがあるの。キングダムより書けない。もう、そんなこと全く書けない。これもう、楽しみだな。何これ。書けないし、絶対に伝わんない。絶対に自信があるこれ。これ伝わったとしたら、これをお題作ったやつ以外分かんない。はい、ちょっとマイクの音量下げた方がいいですかね。
そこ気にしてんの？なんでだよ。どうしたんすか？今俺がお題かけねえって話してただけなんだよ。これ。やべえ、しゃしゃってきたんだよ、おめえ、これ。ちょうどいいっすよ。くしだろ。ちょっと笑顔が怒ってる人がいて怖い。どういうことやねん、これ。トックちょうどいいよ。トック。ありがとうございます。トックいつもちょうどいいもんね。うん、いや、別にそんな。ちょうどいい。トックいい感じで。全然大丈夫よ。これわかるかな？これわかるかな？わかるっしょ。わかんねえ。ダメだ、ごめん。これ無理だ。無理な。ああ。わかんない。うわ。時間あっても書けない。ちょっと。時間あっても書けない。時間あっても書けない。結構よっぽどっすね。やばい、やばやばい。え、こんなに時間あったのに？やばいやばいでしょ。時間があると思って余裕ぶっこいてて書き込んだおかしくなっちゃったやつでしょ。いやいやいや、ちょっと足りてないんじゃない、その時間半で。やばい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 。誰か押すと。いや、なんかこれも面白いですよね。うわやばい。いつなのかわかんないっていう。悲鳴が聞こえた。おかしいんじゃないの？あやばい。もっと普段からさ。しとかないと。タイムキーピングしとかないと。なんか怪しい、なんかしといてちゃう。これはやばい。いや、俺のやつはもう絶対わかんないと思う。え、これ何？でもこれはこれでしょ。これでしょ。え？完全に。毎回いるな、こいつ。なんだこれ。毎回いるな。毎回いる。これ何？左のこれ。大きいですか？これ何？これ何？いや、わかる。こうか？待って、こうだよな。いや、うまい。あ、まあ、これはこうかな。はい、OK っす。これ、鳴ってからの時間切れの時間早いんだよな。うん。何だこれ。なるほどね。これはいけるわ。これはいける。これはいけるわ。これはいけるね。ちょっとで、知らない言葉で言ったんだけど。いや、だからそういうやつよ、だから。これ俺もそれでやられたから。俺もそれでやられたから。多分それだね、マジわかんねえ、俺。初めて聞いたこの言葉。何？初めて聞いた言葉？初めて聞いた言葉をね、使って、なんかドヤ顔してるやつがいんのよ。あとで覚えとけ。あとで覚えとけ、マジ。一生このゲームできなくしてやるからな。そんなやついるの？一生このゲームできないからしてやるから。覚えとけよ。覚えとけ、マジ。マジマジ？怖っ。そんなことないでしょ。絶対許さねえからな。覚えとけよ、マジ。ああ、誰だろう。楽しみだな。覚えとけよ、絶対。絶対許さねえからな。恨みが？絶対許さねえからな。それは楽しみだ。これはね、本当わかんでこれ。絶対許さないぞ。じゃあ俺も絶対許さない。うわ、これやべ、意外と無理だ。マジで俺も絶対許さないから。いけそうだったけど、意外と無理だったですよね。これは伝わる気がする。いやー、ちょっとダメだ。このこれ何？これ何？うわー、ダメだこれ。誰が何を考えてこんなタイトルにしたの？いる？やばいやつ。ちょっとね。俺これちょっとちゃんと伝えたい。みんなに。いやー、ちょっとこれ。むずいな。むずい。いや、むずい。こう。やめ。だってとんでもない出来上がってないんだ、ちょっと待って。いやー、むずいんだけど、ちょっと足りない。俺もっと縦に長く欲しい、キャンバスが。あー、だからそういう系ね。特性頼まないと。いやー、これちょっとまずいな。よし、お、キルクソミー書いたんすか？やけたねえ。あー、いや、ここに、あ、これこだわってけ、ここに。確かにこだわりを見せろ。まだ誰も書いてないじゃん、これ。1しか載ってない。いや、俺だけ？そう。今回は、そうよ。気合入ってんすよ、みんな。え？みんなどうした？おい。いいよ。いい、いい。いい、いい。いるか、これ。いや、これ、わかるかな。いいね、いいね。伝わってくれ。早く書いちゃうと逆になんか不安になってくるな。よし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 。何？なんでみんなそんな
でもまあシンプルな方がさ。いや、それは本当に。わかりますよね。はい、OK です。こうだ。かな。聞こみすぎてわけわかんなくなっちゃうじゃん。まあ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 。よし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 。次は絶対焦って書くようにしよう。次のターンはね。次のターン。次のターン。OK。ああ、なるほどね。誰だ、あと2人終わってないの。俺悪いですけど時間ありますけど、俺別にクオリティ変わってないですよ、全く。え、俺めちゃくちゃ変わってるけどね。マジっすか、俺全然変わってないですよ。ちなみに俺めっちゃクオリティ上がってるわ。全然変わってないです。俺もクオリティ相当上がってっから、なんか今回はなんかみんなびっくりするかもしんない。めちゃくちゃ面白い。こんなに、何これ、これはやばいでしょ。なんだろう、なんだこれ、これ何、これ、これなんだろう、誰の絵かわかるんだ。いや、これなんて やつだったっけな、これ。これこういうことかな。こういうことなんだこれ。あー、なるほど。いや、もうわかんないわ、ちょっとごめん。あ、早い早い早いぞ。オーケー。これ絶対地雷ちゃんだろ、書いたの。なんだ。画風が語ってるわ。うわー、なにこれ。なるほどね。難しいな。むずいなこれ。お題が出てくる。あー、はい。なんかこんなあれですもんね。ねえ、こんなあれで、これなんか、こんなレッスン。焼いてよ、アドバンス欲しいな。なに、ゲームボーイアドバンス欲しい、買ってこいよ。おお。左手を、左手アドバンス欲しいなと。ゲームボーイアドバンス、渋いね、なかなか。いや、まあ、欲しいですけど、確かに。今、だって、ゲームボーイアドバンス2000円ぐらい売ってんじゃない。あ、そんな安いですか、ゲームボーイアドバンスって。まあ、ちょっとわかんねえなぁ。丸が綺麗に描け ね、丸が綺麗に描けない、丸が綺麗に描けない人いる。お恥ずかしい。いいこと教えてあげようか。右に円形ツールっていうのがあってさ。あ、ほんとだぁ。そうなんで使ってあげたんすか。感動だね。そう、でも箱田さんだったら別に使うと思う。キーその気が済んでくるわけ、マジ。確かに。右だからもう書けない。あれ。どうしたんですか。いや、うまいなと思って。あ、俺？あ、自分の才能に。あ。やっぱ賢秀さんが本気出したらそういうことですよね。やっぱね、うん、やっぱ今まで足りなかったんですもんね、時間が。やっぱ時間がね、うん、時間に追われるとやっぱいい作品ってできないからさ。確かにそうっすね、うん、確かに、うん、やっぱ、いや、わかんねえ。いや、あるよ、追い込まれてからやっぱそのなんか出るものみたいなのはあるけど、うん、やっぱ余裕を持ってやりたいよね。確かにそうっすね。そうですね、うん。よし、はいはいはい。いや、大きさは。でも完璧っすね。完璧だな。何？ああ、今回いいなぁ。いいなぁ、これ。いいじゃん。どうですか？全部裏口聞くないっすか？今回、いいなぁ。いや、これわかんねぇ。これね、うん、これわかんなかったら、やつ殴るわ。殴る。来ないでくれ。来ないでくれ。ボコボコにする。ボコボコに。配信終わったらボコボコにするわ。俺ではありませんように。ボコボコ、配信終わったらボコボコにするわ。分かんなかったら。ボコボコにするから。逆に分かりたい。あ、それを。あ、うん。これでいいな。うん、あれまだ終わってない。あ、すみません。すいません。あれ先生、さっきはあんなにしたのにまだ終わってないですか？いや、なんか、うまく書けたな感あって、ちょっと書いてたさ。マジで。いや、わかります。出したの。あ、次ラストよ。OK。タイトル入れて終わりですね。タイトル入れて終わりよ。
いいよ。まだ書いてないやつ。まだ書いてないです。2人いるな。多分喋ってないやつが。喋ってないやつが書いてんじゃん。2人喋ってないやつ。あ、確かに。あれ、よし。違う、違う。オッケー。花ちゃんでしょ。花ちゃんでしょ。もう書いてるよ。色塗ってんの。今書いてる。これで終わり。これ。うわ。え？え？え、なにこれ、いや、これわかんねえ、なにこれ、うまいって。多分、これはね、確実に。オッケー。え？と。まあ、こうか。いや、これごめん、これごめんだな、これ。ごめんだな。何を表現してんだ、これ。これうまいけどな。え、これなにこれ。普通にうまいけどな、これ。これは。うまいな、これ。あ、うまい。やっぱり。左書くのがうまいな。左書くのもやっぱり、そうだよね。うまいよね。左。うまいじゃねえぞ。ふたまじゃねえぞ。ふたまじゃねえぞ。ふた使えたから。絶対フリーハンドこんなに書けねえよ、お前。あ、やっぱそうだよね。あ、丸しか使わねえじゃん、お前。いやいやいや、フリーハンド。まあ、丸しか使わねえじゃん。いやいや。さあ、来たぞーいや、はい、じゃあ、行きます。よし。はい。まず、はなちゃん。美味しそうな数字の9。なにこれ。なるほどね。なるほどね。なるほどね。え、なにそれ。楽しみっすね。なるほどね。なるほど。これどうなるんだ。ちょっとね、俺のね、俺のね、ちょっと想像じゃなかったわ。結構頑張ったことない？俺は9単体になんかちょっと美味しいデコレーションとか。はいはいはい。生クリームとかね。ピカピカの9をよだれ垂らしながら食べる人。これかなんか分かったわ。うまいけど、あれでも、笛みたい。うまいなぁ。うまいな、うまいな。急立体で書くのがうまい。ロールケーキをよだれを垂らしながら食べてる人。9がなくなっちゃった。いやぁ。数字の9なんか。あって書いたけどなぁ。うまいバームクーヘンを前によだれを垂らす人。ロールケーキ書くのむずいんだよな、なんか。確かに。ドーナツを食べたくて、よだれが出ちゃう子。いや、そうなのよね。ドーナツに俺なっちゃうかもしんねえと思って、恐れてたんだよな。そういうことか。なるほどね。はいはいはい。あ、ていうか、このゆっくりの場合は、あれ、単数が少ないのか？あ、そうか。そう、人数が少ないからだよね。あ、そういうことか。次いきます。はい。これいいよ。氷魔法を使えるボブ。ああ、これだよ。これいいお題。これは力作っすよ。力作。これはいいお題よ。ああ、これこれこれ。これよ。つらが出してる。これよ。アイスニードルやってる。俺が思いついてたのこれよ。すごい。よかった。うまい。うまい。マイって何？マイって何？マイケルってかもう、マイケルね。マイケル？いやマイケルじゃなくてボブなんだけど。ボブいやマイちゃんね。マイね。マイ。女性だったからね。マイちゃんになっちゃったね。魔女の呪文英称。ああ。なるほどね。これか。おお。うまい。はいはいはい。ああなるほどね。パチンコと私。ああ、なるほどね。ああ、なるほど。パチンコね。もしかして、パチンコちっちゃい。めっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん、これ。めっちゃいいじゃん、これ。抱きしめてパチンコ。パチンコだね。パチンコのタイプ。パチンコのタイプめちゃくちゃ古くないこれ。めちゃくちゃ古くないか、このパチンコのタイプ、これ。これ一発ずつ打ち出すタイプのパチンコだろ、これ。やばいってこれ。パチンコでビッグを引いてそのままスクリュードライバーをヒット。なるほどね。なるほどね。なるほどね。氷魔法を使えるボブが。氷いや、氷魔法を使える。いや、前からおかしくなったんだ。前やな。前、マイケル。マイケルが。え、時間あったっしょ。いや、なかった、なかった。なかったことはねえだろ、お前。なかったことないよね。ないことはねえだろ。なかったんだよ。いきます。食べかけのオムライス。
あ、これ任せて。あ、これか。これか。これかよ。あ、でもいい。あ、いい、前ね。うまいね。ハートマークのついたスライス。そっちにフォーカスね。じゃあ、まあまあ、でもでも。うまっ！はいはいはい。何もシンプル、シンプル。彼女に作ってもらったオムライス。だってハートついたら大体そうだもんね。そうか。なんでこれなんだよ。なんで俺の名前書いてやんだよ。そこでそうなるのね。なんでおかしなことになったんだよ。メイド喫茶で妙齢オムレツを。おかしくなってんだよ、それのせいで。なるほどね。俺は書いてちゃんと。やばいやばいやばい。俺ちゃんと書いてやばいやばい。メイドさんに封印されたオムレツ。確かに。俺がね。俺がね。やめてくれ。やめてくれ。なるほどね。やめろ。ここだな。いや、これは。いやいやいや、オーデだったのか、ここ。いや、そうなんだろうね。これわからなかったな。次行きますか、次。はい。はい。青ひげが濃いピンクのワニ。何これ青ひげが濃い。何これ。これはこれはおひげかひげかこれはおひげ何だと思ったんですかこれなるほど何だと思ったんですかこれこれね空腹のピンクのワニ仲間になりたいワニになりたいワニみんな好きだなこっち見てるからねはいはいはいあこれあそういうことかはいはいなるほどなるほど同種族のワニが餌に見えてしまうピンクのワニ実際まあまあそう見える見えるよねそうこれちょっとねこれねこれこれ多分なんか緑の恋人ワニを食べようとするピンクのワニこれねこれだんだんおかしくなってってるこれ。おかしくなってこれもうストーリーになっちゃってるよ。食べちゃってるよ。もう食べちゃってるんだよ。ストーリーだね、今。ストーリーになっちゃってるよ、これ。ストーリーだね。そう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 。イエスワニに頭を食われたオスワニ。食ってるわ。食われてるね。結構ゴリゴリに食われてる。しかも美味しそうに食ってるね。やばいな。ストーリーだ。あー、よだれに見えちゃったな。青ひげが、青ひげがね。宇宙。あ、宇宙。シンプルすぎる。宇宙。シンプルすぎるだろ。あ、宇宙か。あ、これ宇宙か。でもいいじゃん。あ、いい。宇宙だったのか。宇宙さんめっちゃいいじゃん。銀河にきらめく、無数の星。まあまあね。七色っぽいね。ロマンチックになってるね。はいはいはい。あ、めっちゃいい。すごい。これ、すごい宇宙じゃん、宇宙。これどうやっても。超宇宙が3個存在している赤い星も目立つ。赤い星も目立つ映画さ。細かいなぁ。いや、俺出たよ。出たよ、丸。出たよ、丸。丸。お前、ツール使いやるね、これ。やこれ、お前。ツール使うよ、お前、これ。趣ゼロじゃん。当たるわけねえだろ、お前、これ。地球、火星、水星、金星だろ。すげえ。俺は取り戻してるんだよ、これ。いいよ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 ロレル来てる太陽系おおよくつながってるこれ宇宙からしかもなんで太陽系めちゃくちゃあんだよお前この宇宙超宇宙やばいだろお前これ超宇宙3つ存在してんのよ太陽系こうじゃないの太陽系3つだなこれああ消失さんのやつかそう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 すごいなパラレルワールドの間に。わかんねえよ、お前、こんなの。三段ジャンプするマリオ。これ、これ簡単です。これは俺、ことこれ、みんな素早いじゃん。さすがに。これ。あー、でも、これ分かる。俺もしかして、まんまかも。三段ジャンプするスーパーマリオ。あ、そうですよね。三段ジャンプだったの、これ。え？あ、そういうことか。うまいうまいうまい。クリボー3匹を連続でスーパーマリオ。あー、そうなんだ。やったね。茶色で描いてるからさ。めっちゃうまい。かわいいんだけど。すごいすごい。マレオの三段跳び。おお、あ、戻った。すごい。意識取り戻した。戻った。何これ何これ幅跳び走り幅跳びじゃんこれマリオの走り幅跳びじゃんマクドナルドマクドナルドだよこれマクドナルドマクドナルドマクドナルドドナルドさんだよこれスーパーマリオと何か何かこれはちょっとな惜しいな惜しかった戻りたいな記憶取り戻したんだけどな
っちまた後は叩かれますよ、ね、いやこのな一つ前の絵で来てくれたらな、パソコンがわからない人、これは結構ちょっとダメ、時間なかったわこれ。いやでも俺は書いて、俺はちゃんと書いてる。わっ俺はちゃんと書いてる。あ、なんか俺はちゃんと書いてる。パソコンの使い方がよくわからない人。おすげえ、すげえ、すごい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 、すげえ。おお、いいよ、まあ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 、いいよ、いいよ、まあまあまあ、これいい、これいけんじゃない、パソコンがわからない、いいよ、いいよ、いいよ、マジで完璧、マジで完璧、いいよ、いらないことしなければマジ完璧、いいよ、いいよ、いいよ、めっちゃうまい、めっちゃうまいよ、いいよ、何もしてないのになぜ囲われたパソコン、そこだ、そこだ、やってる感覚の流れは終わった、そこか。壊れちゃった若者、少し昔のパソコン。壊れちゃった若者。壊れてないね。壊れちゃったか。壊れちゃったか。確かに黒に塗ったからそっか。ちょっと壊れたのか。現場に遭遇した親指マン。これやったね。これでも頑張って書いたよ俺は。あーいいあーいいあーいいすごいすごい、わかりやすい。ひったくりにぶち切れる親指マン。すごいすごいすごい、ぶち切れるね。これやばい、わかんない、最悪だよお前、これこれ時間がないんだ、超能力出すわけわかんないセーブじゃねえか、お前の、お前違うの、やばいお前、こういうの横から書けないんだよ、これダークリーマネージすんなよ、お前書けないですよ、横から書けないのよ、やめろよお前、わけわかんないセーブ、誰も同士と打ち上げられたクジラ、いやほらこれよ、これこれがどこにクジラがいるんだよ、なくなっちゃってるじゃん、もうどれも欲しいんだって、もう無理でしょこれほらもう全く違う、親指マンじゃなくなってるじゃん、時間がない、親指マン、親指マン書いてよちゃんと、これビリマン、丸マイ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 ン、ビリ玉じゃんこれ、丸マイン逆なんだよな、これビリリ玉だよ、これは合ってるけど、いやもう完全にこれ花ちゃんのせいじゃん、これクジラだったんだ、ひったくり犯がちょっと難しかったな、確かに確かに、ひったくり犯なんなの、あのなんか山の真ん中を体が何してるの、一発で吹っ飛ばすワニ、何これ、いっぱいあったでしょ時間、そういうこと、うまい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 な、おーすげー、これもっとうまい、うますぎるでしょ、なんでさっきから体白いの、いや、体が書けないですよ、体、まあまあでも数秘剣を極めたワニ、あーもうこれ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 、何知らないよ、なんとか剣とか言って意味わかんねえ俺、ほら何剣、何剣これ、何剣通廃通廃剣って、何わかんねえ、ワニ書くしかねえんだ、何に登場するの通廃剣って、鉄拳珍味ですよ、知らねえよ、何だぞ漫画、妖だするわね、妖だするわね、妖だな、有名だから、うん、でも知ってんとこれね、うわもういいけど、ドラゴンっぽいね、ドラゴンっぽいね、緑ピクミン、どこが強そうな緑ピクミンになっちゃったわ、ちょっと緑になっちゃったわ、うわ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 、うわうわうわ、邪悪だな、緑ピクミン、もしくは葉っぱとしずの、うまいわ、うまい、なるほどね、これか、ほらなんとか剣とかさ、そんな躍動感ある絵描けるわけねえだろうが、じゃこれ本当にね、だってこの絵が通廃剣なのよ、通廃剣知らねえのよ誰も知らねえの通廃剣は通廃剣決められてこの山みたいになっちまうよお前だけど吹っ飛べってことも心臓吹き飛ばされるお前、じゃあ本当なのよ、めっちゃ書いたんですよね今回、何めっちゃ書いた、あ、でも本当だ、通廃剣の絵これになってるわ、やり込みそうでしょ、そうでしょ、ほら本当になってるわ、ほら通廃剣、通廃剣だとしてもよ、調べてみる、どうわかんない、そう通廃剣、通廃剣だったら通廃剣、ちょっと皆さん通廃剣調べタイムに入ります、通廃剣ね、通廃剣、多分これがわかりやすいから、確かに通廃剣だな、これボボボみたいなやつね、通廃剣これやったら、まあ通廃剣だ、剣しょうがない、じゃあしょうがない、じゃあしょうがない、よかったよかった、許された、時間が少ないやつにする、
あえてこれ時計が的な時間切りになる前に全ての行動を終わらせよう。うわ怖え。簡単なお題にしようじゃん。いきます。あえて、確かに確かに、あえてね。オッケーオッケーオッケー、あえてね。お願いします。オッケー、お願いします。これお題決めるんだよね。うんうん。やべ、通背景に引っ張られる。やばいやばいやばい、出てこない。オッケー、すげえ書いてるんですよね。オッケー、来ました。はい。いや、これはね、一発で書けると思う。よし、俺も今回はちょっと。オッケー、これはいった。ちょっと本当に。俺はね、絶対いった。これは絶対いったよ。これは絶対いったよ。何これ、これ何これ、もうごめん、わかんないよこれは。はい、またやったな。誰かこれ、誰かまたやったな。これ絶対いいよ。誰かまたやったな、これ。最悪。意味不明な意味不明なが出たな、これ。やったろ、誰だ、おい、誰だ。これ先生が言ったでしょ、これ絶対。ふざけんなよ、ふざけんなよ。あー最悪。もうやったわ。やってる、あ、やってる。やってる。もう無理だよこれ。もう無理無理。時間。ああ最悪だ。やべ、あと何入ってるかな。これ印象派だよ、もうこんなのは。じゃ無理だよこれ。印象でいくしかない。なんだこれ。なんこれ作り出さないでよ本当に。印象でいくしかない。作り出してんのよ。よし。うわ無理だこれ。あーダメだこれ、時間ない、最悪。あーもうこれ無理。あー分かんない、あーもう意味わかんない、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 全然書けない、全然意味わかんない、全然書けない。いや何やるべきよ。なんでこれ、なんだこれ。はい次、これはなんだ。はい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 。いやでもこの感じ違うかな。いやー、一言だからね。いや、わかんない。いや、これだって違うんだろうな、これ。これガチでいくよ。シンプルにいくよ。伝えるよ。いや、もう無理なんだけど。これやばいって。やばい。小高いです。やばいって。やばい。やばいやつしかないって。いやいやいや、先生が一番やばいでしょ。確かに。実は。確かに。それは、まあ、もしかしたらあるかもしれない。あるかもしれない。うん。あるある。みんなやっぱ、人のことやばいと思ってても、うん、自分がもしかしたら一番やばいのかもしれない。っていうか、こう、時間がないな。さっきのと比べたら、やっぱ時間が。確かにね。うん、だが、それがいい。だが、それがいい。やべ、ハゲてる。最悪。ハゲてる。やべ。髪の毛が。やべ。え、切ることなの？今毛足してる。やばいやばいやばい。やばいやばい。やばいやばい。やばどんな顔だっけ。わやべ。こんな、こんなだった気がする。わやばいやばいやばい。うわやば。オッケー。やばいやばい、ちょっと待って待って。やばい。あー時間なし。あー一人で。やばいやばい。やばい、え、こんな時間短かったっけ。やばいやばい。時間こんな短かったっけ。やばい、ギリ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 。なんだこれ、これなんか短くね、時間短いと思うし、これそうだよ。え、これ今までこんなんだったっけ。いや違う、これは時間短いモード。マジそういうことか。いやなんかこれはでもこれめっちゃ面白かったね、これ。だんだんこうなってくる。もうまんまでいくよ、まんまでいくよ。だんだんいいよいいよ。うわやばい、なんだこれ。ビート刻んでいくよ。え、だんだん早かったね、これ。俺赤と茶色見分けがつかないんだけど、ちょっと待って。何赤と。やばい。ちょっともう。これはさすがにもう。これはもう。まあまあ、これはまあ。これみんな、あ、でもこのお題すごいな。これ優しいお題だな。こういうの求めてんのよ。こういうのをね、求めてんのよ。やべ、なんだこいつ。完璧。誰だ。でもね、これ俺見たことあるからな。これは言った。これ言った。これは言ったね。これ伝わんなかったらもう引退するわ。引退する。ありがとうございます。引退する。いや、これは引退する。これ引退する。絶対伝わる、これは。なるほど。絶対伝わるから。さすがにね。さすがに。簡単すぎたな、今回は。今回は。あ、わかんねえ。来た。
なんだこれ。これはなんだ。ああね。これはねもうね。はいはい、オッケー。わかった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 これ。シンプルだね。いや待って、いや、うん、まあいいか。完璧です。オッケー。こっちが、あ、どっちだ。いや。もしかしたら八門の方だったかもしれないが。あーやばっ。うわー、いや。え？これは、これ俺なんか前回もやったぞこれ。いいのか？あれ？ちょっと待って。どうしたの？あれ？うん、ちょっと待ってほしいわ。あ、どんなだっけ？あ、はあ、なるほどね。色どんな色？これこっちの色だったよな多分。あ、いやーこれむずい。いけるぞ。みんな一言も喋らんくなってる。いけるぞ。真剣真剣真剣。いけるぞ。真剣さ。話しかけんじゃねえ。時間ねえんだから。いけるぞ。真剣かけよ。お耳真剣かけよ。書いてます。これやばい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 。オッケー。これ本気やぞ、本気早いな。やぞ。めちゃくちゃ早いね。ぶち切られた。これはうまい。これはうまい。よし。ずるい。なんだこれ。ずるいことしたかもしれない。よし。オッケー。オッケー。これなんだ。いやこれハナちゃんねえだな。うまいな。俺はいける。これはいける。オッケー。よしよし。根元が忠実に。やった。早いこのスピード感いいじゃん。いいね、うん、これ今回押せてないかも。最後表示の方法最後からっていうのあるんですけど、それにしてみます。あ、いいっすね。最後から。あ、お題は何だったのか的な。そうはい、なるほど。それいいっすね。そういう意味で見てみましょう。そういうのもできるんだ。はい、僕最後から最後に、これが最後にゴジラ。ああ、これ正一、正一が最後に答えたお題ね。はい、そう、ゴジラね。はい、ゴジラね。魚ごとくならされてますね。うん。あ、うまい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 。いやー、でもちょっとね、違うんだよな。違う。怪獣の必殺ビーム。ああ、そうなるほどね。怪獣の必殺ビームも書いていたと。そう、ビームの方をね。いい、しろこさんは何を見て書いたかというと、ゴジラの破壊光線。これゴジラ出てるじゃん。ゴジラ出てるね。あ、これ持ってるの。いいね、いいね。いいじゃない、いいじゃない。あ、いいよ、いいよ、うまいな。わかるわかるわかるわ。うまいわ。シンゴジラのビームだね、これね、なんかね。ゴジラの破壊光線。はい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 。モンゴジラ、モンゴジラ。これはいけるんじゃないか。すごいすごいすごい。これですごい、よく。これでわかったの？すげえ。え、俺お題めっちゃ感動だわ。レジェンドデスファイア、ダークドラゴン。完全にレジェンドデスファイア、ダークドラゴンじゃん、これ。うまく一緒だ。え？完全にかけてるよ。最悪だよ、これ。めっちゃうまいじゃん。うまいか、これ。めっちゃうまいじゃん。最悪だよ、これ。完全にレジェンドデスファイア、ダークドラゴンでしょ、これ。レジェンドデスファイア、ダークドラゴンだよ、これね。うまいって、これ。完全に。うまい。なんでミントさんこれレジェンドデスファイアダークドラゴンにしなかったんだよ。逆に。すみません。先輩。申し訳ないです。なんでこれレジェンドデスファイアダークドラゴンに書かないのよ、これ。いや、ゴジラじゃねえだろ、これ。どう見て。炎吐いてんだろうがよ。ダークドラゴンだしね。そうだよ。体がお前、こんな黒いゴジラ見たことねえよ。何どこ見てんだよお前。すいません、本当に。ケンショウ、すいません。小野賢章さん。最終的に小野賢章さんになったね。ええ、いや、なんか嬉しいな。どんなのになるの。ああ、なるほど。嬉しい。どれか小野賢章。完璧。完璧だね。あ、いい、いい、いい。完璧だな。はい、はい、はい。ケンショウさんを、ケンとケンはケンショウさんがみんな絵文字で表すときに使うやつ。はい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 。確かに確かに確かに。いや、でも小野賢章じゃないだろ。これね、俺分かんなかった。ダブルケン。
ダブル剣ダブル剣、まあ、ダブル剣、上の絵ダブル剣、もしかしたらもしかしたら、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 やばい、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 龍馬剣の先端にどうもくんが刺さっている。あれわーい、ふざけんなよ、やばい、これ、この絵見たら、これこの絵見たらわかるから、この絵見たらおかしいぞ、ほら、なんだよこれ。本当だ。ちゃんと書けよ。両手剣じゃ、両手剣なんだよ。剣が変えられてしまったボブ。ちゃんと書けよ。剣に変えられてしまったボブ、書けよ。これ剣で殺されたボブだろうがよ。これは仕方ない。これは剣で殺されてしまったボブでしょうが、これじゃ。やべえ、これ。ダメでしょう、これ。ボブだったのか。頼むよ。変えられてはないよ、これ。変えられてないのよ、これ。殺されて、串刺しにされてるのよ、これ。ボブが最終的に、小野賢章になっちゃった、ね。やめてよ。すごいな、変わり方が。変わり方すごいな。カレーの材料。これか、これか、これ。あ、これの材料。あー、これ完璧。完璧。はいはいはい。なんか前こんなの書いてたね。カレーの具材。うんうん、あ、めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん。いいよ、いいよ。完璧？全部完璧。完璧、完璧。はいはいはい。みんな学んでる、学んでる。はい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 。最高、最高、最高。最高、最高、最高。最高、最高、最高。すごい、すごい、すごい。うまい、さすが、いつも来てるやつ。カレーライス。これはさすがに簡単すぎて繋がったっしょ。これいったっしょ。これは繋がったっしょ。繋がってるよ。これは繋がったっしょ、これは。これは繋がったっしょ、これは。これは繋がってるよ。オッケー、おい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 、いやでも全然好きじゃんこれ。いや、しらたきが強調されすぎなのよこれ。いや、だってしらたきがよ、しらたきに入ってるし、肉じゃが、しらたきに入ってるし、肉じゃがとカレーって一緒じゃん、ほぼ似たようなもん。しらたき以外の肉じゃが一緒やん。確かに、どうやって出せばいいんだろう、どうやって肉じゃが感出せばいいんだろう。そう、それを考えた先にたどり着いたのがしらたきなのよ。俺なんかこれラーメンなのかなと思ったんだよな、一瞬。このニョロニョロがなんかこれ多分麺類なんだろうなと思って。でもちょっとカレーライスに見えちゃって、カレーライス書いちゃったんだけど時間なかったから。怒ってくださいこれ。肉じゃが書けないとなるとちょっと後輩、いや、すいません、ありがとうございます。なんだ、いや、呼び捨ててくれよ。呼び捨てで怒ってよ。怒ってくれよ、そこは。肉じゃがかけないやついたんだから言ってくれよ。次行きます。土管に入るマリオ。お、はいはい。いやー、これ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 か。いいよ、いいよ。土管に入るマリオ。いいじゃん、いいじゃん。頑張ってくれよ。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。これいいよ、どんどん繋がって、いいよ、いいよ、みんな。あ、いいじゃん、いいよ、いいよ、いいよ。これね、土管に入るマリオ。おー、すごい、すごい、すごい、素晴らしい、素晴らしい。特にこれはギリギリだけど、ほら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 、時間ですね。土管に入るマリオ。繋がってる、繋がってる。いいよ、繋がってるよ。マジ、マジ。繋がってるよ、いいよ、いいよ、マジ。はいはい。これ見て、これ見てよ、一番最初見て。一番最初の台ピストンマリオ。いいよ、これ。はい、いいよ、これ。何を書けるわけない、これ。なんだそれ。これ何すかこれ。これ何なんすかこれ。これいるんすかこれ、実際。いないだろ。いるんですかこれ。こういうのがいるんですか。間に合わなかった。間に合わなかった。間に合わなくて、なんでピストンマリオなんだよ。最後に、なんかとりあえずマリオつけちゃったんだよね。いや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 。いや、じゃあもうマリオで、マリオでよかったのにな。ピストンのせいでも。俺もう、ピストンマリオって何なんだよと思っても。またバグっちまってさ。マリオがさ、上下運動する。書けないよ、そんなの。いや、でもすごい伝わってた。マリオ、マリオで来てるもん、ちゃんと。マリオ、伝わんない。マリオはマリオ。初のパーフェクトゲームいけそうだったのにね。いや、前進する。モッキー。いやいや、おっかー、これか。いやいや、なるほどな。ミッキーとミニー。はい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 。これ、ちゃんとミッキーとミニーで書けばいいじゃん。書けよ。ミッキーとミニーで。ミッキーとミニー書けよ。別に書いたって怒られねえんだから。これ見てもそんなこと言えんのかよ。ミッキーとミニー書けよ、ミニーだ。
ボニーマウス。モッキーメウスなのよ。モッキーメウス。いやこれ。これ見てよ。これ見てよ。これ見てよ。かけるわけないじゃんいっぱい。かけるわけないのよ。ディズニーのキャラクターで。かけるわけないじゃん。かけてるかけてる。すごい。夢の国にいそうなやつ。あいやいや、あそんなつもりなかったんですけど、いや、俺もそれは、これは先生からだな、これ。いや、無理でしょ、これ。しかも俺、ミッキーさ、あれから一回も調べてねえし、俺、別に。これなんだよ。わあ、これずっとこれなんだから。なんで先生、モッキーメイズしか知らないの。これしか知らない、書けねえんだよ、俺は。いろんな作品が合体した。多色ピクミン。見て、ほら。やばいやばい。これそうでしょ。これそうでしょ。ピクミンが嘘。嘘でしょ。嘘でしょ。どうですか。ここだ。これ何これ何これ。絶対これだよ。これ何よ。え？赤ピクミンじゃないですか。赤ピクミンってこんなさつまいもみたいなの？いや全然わからなかった。これ赤ピクミン。いや、なんで体茶色にしたのよ。いや、ピクミンの形覚えてない。さつまいもじゃん、これ。人間さん、ピクミンあったでしょ、ゲーム。さつまいもやん。さつまいもだよ。食料ピクミンだよ、これ、もう。おーい。赤ピクミン。あ、もうね、これ。あ、うわ、完全にやってんじゃん。あ、もうね。うわ、いい。タコみたいな。ちょっと危ないな。いや、でも、色は自由。色は自由。やったじゃんって言っときながら、シルコンだもん。でも、合ってますね。ピクミンですもんね。まあまあ。まあまあまあだよな。ここでしょだって。さつまいもでおかしくなったな。でもこれでもピクミンって書いてくれてるオノール印象派現象すごいよ。これ完全にさつまいもマンでしょこれ書くなの普通。それをちゃんとピクミンって書いてくれてるんだから。葉っぱ枯れてんのよ。これすごいよ。桃太郎。すごい。絶対わかんない。最終的に桃太郎。最終的な桃太郎になって。書いた。これ感動。これ。わかりやすいよね。これわかりやすいよね。桃から飛び出た桃太郎。はい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 。よいよいよいよ。桃太郎だけだもん。これはいい。かわいい。かわいい。ちょっとこう考えてみて。桃太郎。はいはいはい。ね。大事だもんね。ちゃんと書いたよ。これはもう全部桃太郎いただいたね。優しい。やっぱ日本人としてはね、桃太郎ね。大事なやつ。これ結構桃太郎と猿。あれ？あ、猿が。あれ？猿か。翔一。監督行っちゃったの。なんで確かにな。ブルーなタイトルと信じちゃった。ちゃんと猿書いてくれた。俺バッチリ書いたのに。確かに。猿書いてるな。大猿書いてるな、大猿。書いてちゃんと。ラージャンバリの大猿書いてる。書いてるね。もう簡単だよ。発行してない時の源氏ボタル。何だよ、こんなのあった？こんなのあった？何だよ、これ。これやばいでしょ。これやばいでしょ。え？ちょっと待って。え？キブリや。これ俺ごめん。ふざけんなよ。いや、わかんない。これはやってない。あったと黒だろうかよ。あれ？どうしよう。うわ、俺完璧に完璧に。完璧に。完璧に。引かなかったら引退するって言ったやつよ、これが。引退だ、先生。いやいやいや、俺は伝わってんだろうな、俺は。かわいい、かわいい、かわいい、かわいい。完璧だ。なんでゴキブリになっちゃったの？狂人いたなぁ。何やってんの？何怖い。テントウムシ。これちょっと悩んだね。これもちょっと怪しい。ミートさん、目ついてないよ。目ついてなくない？これ何？これ何？え、テントウムシですか？これゴキブリの足だろうが、お前。これさ、これさ、ちょっと。これ茶色は目一瞬。G かと思ったんだけど、ミートさんってさ、分かった。ミートさんってさ、赤の区別つかないっしょ。これ赤に見えてる？もしかして。赤ピクミン。あんた。赤ピクミンと同じ色だよ、これ。確かに。そうだろ、確かに。つかねえんだろ。パレットにないのかもね。パレットにねえのか。パレット赤ないっすよ、ほんとに。前言っちゃって。やんだよ、マック。みんな使ってるだろ、赤。お、来た。ビー玉の丸前の進化。めっちゃ前です、めっちゃ前。これは自信あるよ。
ほら、すごい。すごい。がもう、これはもう、そのまんま、はい、ビリリ玉から、丸太根の進化。すごい、すげえな、まさに、全く同じ言葉。全く同じ言葉。はいはい、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 ビリリ玉が、丸太根に進化。おい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 、完璧。まあでもちゃんと解釈してくれてるね。マルマイン。あれ？あれ？え？あれ？マルマインだけだった。逆だって言われた。どういうこと？え？あれ？わかった。マルマインって書いたのをビー玉とマルマインを並べてこっちの方ですよって正一ちゃんやってんじゃない？そう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 。そういうこと？なるほど。違うじゃない？それは。いやマルマインだけ書けばよくない？いやいやいや。マルマインの鼻毛。どういうこと？やばいね。お題が終わってた。お題が終わってた。お題が終わってた、そもそも。お題が終わってた。鼻毛忘れてた。鼻毛忘れて、純粋に。頼むよ。なんでよ、脱毛行ったじゃん。脱毛行っちゃった。ワンタイムですっきりして、すっきりしてるじゃん。いかがなってる。ゴッソしたゴッソ。途中まで完璧だったんだけどな。惜しかったっすね。はい、鼻ないよ。鼻ないん。確かに鼻なかったわ、こいつは。鼻毛も出ようないわ、出なかった。鼻ないんだよ。なるほどね。なるほど、よかったね。まあまあまあ、いいよ。よかったね。結構やっぱ時間短いと、ある、いろんな意味でやっぱ生まれるね、時間短いやつこそ、なんかその、本当既存のキャラクターとかでもいいかもね、お題ね。ああ、ああ、わかりやすいっすね。なるほどね。さっきから丸前して。ハコ太郎丸前にしてたのかなと思って。ああ、さっき逆だよって言われたから逆にしてみました。覚えたんだ。素晴らしい。本気で。完璧。完璧。素晴らしい。これが忘れてた。これが適応能力ってやつか。素晴らしい。素晴らしい、本当に。さあ、ということで、YouTube はここまでにして、メディアもちょっとだけ30分ぐらい延長戦になりますので、概要欄に載ってますので、遊びに来てください。はい。おい。来週は何やるかな。来週ちょっとまだ決めてないんだけど、ね、まぁちょっと考えておきます。はい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 、なので、はい、とりあえずお疲れ様でした。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 みんべえさん、赤色インストールしといて。